かにこう控えめにするかっていうところを考えるので、まあ、シャツは当然ベーシカルになると思うし、はい、グッと前に作ってる、はい、パターンから縫製から、はい、あとやっぱ生地ですよね。やっぱロロピアーナのネイビーとかグレーっていうのはもう特別な色なんですよ。これ本当にあの手間味噌だけど、かっこいいなっていつも思うよね。おはようございます。あ、おはようございます。何なんすか、既視感あると思うんですけど。え、もう見たことあるなっていう。ああ、事前に知らされてきたからこう、はい、なんかわざとらしく驚くのちょっと恥ずかしいけどどうしていいか分からないけど、はい、お願いします。あと2回目の、はい、あれ大好評でした。あの社内的に、あ、社内的に、まあそれも大事ですから、はい、社内も社外も、はい、どちらも大事ですから。お題いただいてきてますよ、はい、まあ、この季節にぴったりに、はい、せっかく着るなら、はい、かっこよく着たいっていう、はい、方いらっしゃると信じて、まあ、イベントが多いですよね。まあ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 、そうやね、そうやね。入学式とか、はい、卒業式とか、はい、でそれにぴったりのスーツご用意してますので、はい、弊社は。あと新入社員の方もいらっしゃると思うんで、はいはい、フレッシャーズ。ちょっと待って、ちょっと恥ずかしいやん。もう30年前の気持ちを思い出していただいて。いや、やっぱりね、女性でね、そんな40、50になってセーラー服とか着るのちょっと恥ずかしいじゃないですか。セーラー服ではないです。え、まあ、そういう感じ、ちょっとコスプレっぽくならないですか。大丈夫です、スーツなんで。真剣に選んでますので、はいはい、じゃ今日お届けしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。フリリって何か、普通のワイドいかにこう控えめにするかっていうところを考えるので、はい、シャツは当然ベーシックなものになると思うし、はい、ネクタイも控えめで、なおかつ、まあ、あのその場にこうちょっとこう花が添えられるような。なるほど。こういうのとか結構ね、いいかなと。でもこういうのになるよな、はい、無地で攻めたって気がするな。お花のリーズあるじゃないですか。いや、それあるでしょうね。これいいですね。スピーチと使います。あ、スピーチと使います。入園式やからいきなりネイビー使う。そうでしょうか、はい、やっぱこういう格好が一番落ち着くな。なんつったんで、え、なんつったんで、なんつったんで。トルトゥース、ほんますごいっすよね。そんなすごいと思わへんかったわ。ラジオのイベントっていうのはどん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 規模が大きくなっていきますよ。あの、くせ毛びいきもなんとかならんかね。ならんか。まあ、ラジフェスみたいなのします？せやな。いやいや、そうなんです。気持ち、短くないネクタイ大丈夫？ずれてない方が。つけたな。そうですね。つけた。はい。まあやっぱりそのリングジャケットさんってやっぱ仕立てがかなりいいじゃないですか。はいはい、歴史がなくて日本人の体型にこう合わせたような、まあ前方の方がやっぱ日本人って多い、ここですかね、ちょっと前方の方が多い傾向にあるっていうようなことは言われてると思うんですけど、はいはい、それに合わせてこうグッと前にこう作ってる、はい、パターンから縫製から、はい、よく伊勢込みってね言われてますけど、はいはいはい、伊勢込んで前に、はい、あのこの袖付けですよね、可動域を確保するために縫い縮めながら手作業でやっていくっていう。あとはこの上襟、上襟首にこう吸い付くように登っていく上襟の付け方っていうのが非常に日本でもトップクオリティだと言われていますね。ここに隙間が開かないですね。そうやね、まあ、それが、まあ、エレガントっていうか、なおかつ着心地が悪くないっていうところが最大の魅力じゃないですか。背中はどうですか。いや、背中もグッとこう積み込まれるように、まあ、こういうとこですよね。この脇のところ、脇のところとか、うん、見た目にもこだわってらっしゃるので、まあ、綺麗ですよね。やっぱり当然着心地がいいっていうのも大事じゃないですか。でもやっぱ僕らの場合かっこいいっていうところもやっぱり大事だと思うので、はい、やっぱり両方こう追求していっていらっしゃるところがすごいなとは思います。あとやっぱ生地ですよね。やっぱロロピアーナのネイビーとかグレーっていうのはもう特別な色なんですよね。なんかなんとなくこう違う。で主役はもちろん子供たちなので、まあ、脇役として徹するんだけども上品で
品がよく見えるっていうところがやっぱりこのスーツの素晴らしいところで、そういう場所にはふさわしいと思いますね。スピーチ、結婚式、スペシャーズ、卒業式する、まあ、いいか。で卒業式か、はい、これこれちょっと、はい、スーツやね。そうですか。自画自賛する。いや、いい色やね、ほんま。めちゃくちゃいい。ほんま、すごい色ですよね、これ。気持ち濃いめのグレーですもんね。そうやね。いいスーツやね。気持ち顎引いてもらって。いけたね。まあ話になるわ。はいはい。ダブルの見どころってこのね、ラペルのカットとか幅とかやるね、はい。このゴージラインもそれほど低くせずに、はい、かっこいい感じ、はい、クラシックすぎないでシュッとしてるっていうものにこう弊社こだわってスーツ作ってるので。というものがこうできたんじゃないかな。これ本当にあの手間味噌だけど、かっこいいなっていつも思うのよね。例えばビジネスマンの方とか、あとはエグゼクティブの方やったら、やっぱこのスーツすごいかっこいいなって個人的に思うんやけどね。どう思う？あ、いや、めっちゃいいね。これ今回卒業式があるので、はい、まあ、こういうスーツねバシッと着られるとなんかこうセレモニー感っていいよね。コスプレ感出てる？いや、出ないですね。いつも通りやと思うんですけど。いいよね。やっぱいいですね、やっぱり。このアームとかね。そうですね。その細さやとね、若い方来てもかなりスラリと見えるので、いいですね。ポケットに切れるとね。はい。フレッシャーズやからっていいですか？大丈夫です。雰囲気なんです。なるほど。なんか抜けてんの大丈夫？もう一回取りましょうか。はい、で、はい、足が震えてきた。冷えますよ、ね、冷えるね。2月とはいえね、一回あったかい日あると嫌になりますよね。フレッシュマン老けた、老けてるな。フレッシュマンの時はチーフなしなんですね。そらなかなかね、陽キャの場合とかしてもいいかもしれないけど、普通の企業さんだとやっぱりちょっとね、とりあえずちょっと控えめにされた方がいいと思いますけど、やっぱりこうサイズ感とかお手入れとか気を使っていただくと所作として身についてくるのって結構年月かかるから、うん、とはいえ最初の一歩からちょっと心がけていただかないと身につかないのでね。アイロンというか、アイロンでこう膝の裏のシワを取るとか、もも、ね、のシワを取るとか、このね、座る時とかもちょっとだけ気を使っていただくと、はい、ちょっと抜けづらかったりシワ行きづらくなったりするので、エレガントの着の王道なしですよね。そうですね、はい、やっぱりちょっとずつ積み重ねが大事ですね。セレモニー感って言われてる。まあそうですね。まあいいかと。ちょっと下もグレーに描いてみた。すの抜けてんやな、こっちの。そうですね。工場パートのパートすごく、まあ、結構前からやっぱりこういう生地はええよね。そうですね、パリッとしますね。せやな、昼のトニック夜のスーパーブリューやからな。そうなんですかって言われてるね。素晴らしい生地です。老けたな。好きっすね。、はい、大丈夫です、はい。
はい、今やもう別注含めて5色これは別注、もうちょっと濃いものと薄いものあったけど、このちょうど中間ぐらいのもの、これでもいいグレーやね。グレーの深さというか、等に並々ならぬこだわりありますね。まあそこまでじゃないけど、そこじゃない、そこまでじゃない、いや少し華やかさも欲しいし、はい、明るすぎるとやっぱりちょっとこうね、結婚式想定やからね、はい、あんまりこう目立ってはあかんし、はい、ライトグレーになってくると主役感みたいな感じがするから、はい、控えめでお花を添えるような。でもこれちょっとほんのりツヤが ね、 そうですね、アンダーステートメントやけど、なんか主張がちょっとあるっていうの。まあボフェア特有のね、ギラギラ感はそうはないです、ね、ないですけどね、それは。あ、夏の宝石って言われてますからね、はい、そういう場所にぴったりじゃないですか。特に上司として出席するときとか、ね、ちょっとこうパリッとしたいで、上質なものを着てるっていうのをアピールしたいから、はい、まあちょうどいいやろね。盛りすぎですね。で、だ立ちすぎ？ちょっと立ちすぎです。そうやね。やっぱりあれですか、こういう話すときはハンナリーズのネクタイ一応ね、なんていうの、パートナーというかスポンサーとしてるから、まあちょっとみんなの前で話すときこうね、ネクタイして決算報告とかね、そう近々ありますからね。まあそうですね、はい、気合い入れながら今回ごスタイル着てて、はい、シャキッとしてるなっていう印象なんですけど、シャキッとしてるスタイルをね、自分が主役じゃないので、でもだらしない格好してるとバカ台無しになってしまうこともあるので、はい、脇役としてやっぱりピシッと控えにいるっていうことに徹してコーディネートしたつもりなんですよ。一緒のに見えてちょっと違うっていうのがやっぱりこう目指してるところやからね、そう感じてもらえるとすごく嬉しいですね。選んでる時はね、あの一緒やなと思ってたんですけど着るとね、はい、まあ、それがもうドレスクロージングの魅力っていうかおすすめなので、はい、朝からお付き合いいただいてありがとうございます。売れたらいいな。そうですね。